皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第46日です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、6たす5かけるマイナス3、足し算と掛け算では掛け算を先に計算しましたね。ですから6たす5かけるマイナス3はマイナス15、こうなりますね。これ6-15ですね。負の数の方が絶対値大きいので負の符号がついてマイナス、数字だけ引き算します。15-6は9なので答えはマイナス9、こうなります。丸に 2×a-8×b と、文字式の掛け算の場合、この掛けるの符号を省きましたね。そして掛けるの符号を省くと数字が前に来て 2a-8b、ね、こんな風になりましたね。では括弧2です。 x=-2、y=4 の時、3x+5y の値を求めましょう。これ式の値の問題ですね。この 3x というのは 3×x、 5y というのは 5×y のことですから、この x と y のところにマイナス2と4を代入して計算していけばいいんでした。ですから 3×x はマイナス2ですから、マイナス2たす 5×y は4なので4、こうなります。マイナス6たす5=20となって、20-6を計算すると14、この式の値は14、このようになります。括弧3です。次の計算をしましょう。丸1、0.3x たす 0.7x、この同類項を計算する場合、足し算する場合、この係数、その文字の前についてるんですね。ここを足し算して文字を後ろにつければよかったんですね。 0.3 たす 0.7 を計算すると1ですから、答えは 1x と書きたいんですけれど、文字式の場合1は書かなかったので答えは x、ね、1を書かないで x、 このようになります。丸2番、3分の 2y-2 分の 1y、 これ分数、分母が異なっているので通分します。3分の2、分母を6にして6分の 4y-2 分の 1 は6分の 3y、 こうなりますね。で、6分の 4-6 分の3は6分の1ですから、6分の 1y、 これが丸2の答えです。括弧4番、同じように次の計算をしましょう。多項式同士の足し算です。この足し算の場合は括弧をそのまま外して a+5+2a-7、 こうなります。文字を前に持ってきて a+2a+5-7、下に書けないので後ろに行って a+2a、 これ1がありますから、1たす2を計算すると3ですから 3a、 そして 5-7 はマイナス2ですから 3a-2、 これがこの計算の答えということです。括弧5番です。1個 X 円の品を3個買って1000円札で支払った時のお釣りを文字式で表しましょうと、ね、お釣りというのはここでは1000円を払ったので、1000円からこの買った代金を引けばよかったんですね。1個 X 円の品を3個買ったので代金はこれ x×3、 つまり 3x が代金になります。この 3x を1000円から引くので
1000-3x、 これがお釣りを文字式で表したものということになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。